名作 SF 映画インターステラーにはあまり知られていない重要な前日譚が存在します。しかしそれは残念ながら日本語では公開されていません。そこで描かれたのはマン博士が裏切ったその真相、ヒュー・マン博士。映画インターステラーに登場する人類の英雄にして主人公たちを罠に陥れた裏切り者、一体なぜ彼は人類を裏切ったのでしょうか。その理由は前日譚となるコミックで事細かに描かれていました。このコミックはノーラン監督本人が作成した脚本に基づいており、マン博士が氷の惑星にたどり着き裏切るに至った詳細の物語が描かれているのです。その物語とは一体何なのか、そしてなぜこれは映画に含まれなかったのか、今日はそれを解説していきましょう。インターステラーでは最も複雑で道徳的に曖昧なキャラクターの一人としてマット・デイモンが演じるマン博士が登場します。彼は当初我々の中で最も優秀なものと称されますが、物語が進むにつれて彼の行動は絶望に直面した時の人間の弱さと絶望感を浮き彫りにしていったのでした。今日はマン博士の人物、背景、彼の動機、そして彼がクーパーとそのチームを裏切るに至った理由を映画の名言や英語でしか公開されていないスピンオフコミックを交えながら深掘りしていきましょう。まずはマン博士について振り返っていきましょう。マン博士は NASA によって送り出された12人の科学者の一人。彼らは聖書のラザロの名にちなんでラザロ計画と呼ばれる計画に参加しました。このミッションは地球が崩壊し食糧危機や生存の危機に直面している中で、人類が生存できる惑星を見つけるための最後の希望でした。それぞれの科学者は異なる銀河系の惑星に送られ、その惑星が人類の生存に適しているかどうかを調査する任務を担っていました。惑星が居住可能であれば良い結果の信号を送り、居住不可能であれば彼らは助けを求めることなくその場で孤独に死を迎える覚悟が必要でした。マン博士は NASA の中でも最も優秀な信頼できる人物とされ、その責任を背負って主人公クーパーらよりも先に第一歩として出発しました。しかしマン博士が直面した現実は想像以上に過酷なものでした。彼の目的地である惑星は凍りついた不毛の地であり、生命が生存する可能性はゼロに近いものでした。この絶望的な状況の中でマン博士は究極の選択を迫られます。真実を伝え孤独に死を受け入れるか、それとも嘘をつき誰かが自分を助けに来てくれることを期待するか、この瞬間からマン博士の内なる葛藤が始まります。最も優秀であるはずのマン博士がなぜ裏切ったのか、そのヒントはブランド教授の言葉にあります。穏やかな夜に身を任せるな、老いた魂を燃やし終わりゆく日に怒りをたぎらせろ、怒れ怒れ消えゆく光に、という詩。これの意味するところは、人は死に屈してはならないということです。この言葉は命を守るために人類がどこまで戦うべきかというテーマを強調しているのです。マン博士もこの言葉に共感し、死を受け入れることなく生き残るために行動してしまった。本来は人類全体を生き延びさせるための、全体を救うためのこの言葉を、マン博士は個人として受け止めてしまったのです。マン博士のスペルは MANN ですが、一文字違いの MAN、個人を指す MAN に現れているのもその少佐でしょう。マン博士は自分が死ぬことを受け入れることができずに嘘のデータを送信し、惑星が人間の居住に適しているという信号を発しました。これによって NASA は救助チームを送り出す決定を下しました。マン博士の本当の意図は自分の命を救うことだけにあったのです。彼の行動は権力や金銭欲によるものではなく、死の恐怖と自己保存の本能によって動かされていたというわけです。映画の中でマン博士がクーパーに言う言葉も彼の心理状態をよく表していました。君たちにはわからないだろう。私は希望にすがることを我慢してきたが、もう人類が滅びるのを見ていられなかった。このセリフから彼が長い間孤独と絶望に耐えていたということが伺えますが、最終的にはそのプレッシャーに負けてしまったのです。マン博士の行動は最終的にクーパーたちとの対立へとつながりました。では一体マン博士はなぜ人類を裏切ったのか、氷の惑星で一体何があったのでしょうか。マン博士のバックストーリーをさらに深く知るために重要なのが、ジョナサン・ノーラン監督の脚本に基づいたスピンオフコミック、アブソリュートゼロです。このコミックはマン博士がなぜあのような行動に至ったのかをより詳しく説明しています。コミックではマン博士が惑星に到着した直後の彼の心理状態、孤独と絶望が彼をどのように追い詰めていったかが描かれています。ちなみにこのコミック無料で公開されています。コミックではマン博士が氷の惑星に到着し、睡眠から目覚める瞬間から始まります。コミックのタイトルはアブソリュートゼロ、絶対0度です。これは惑星の気温、そしてマン博士の心理状態を示しています。睡眠から目覚めたマン博士の脳裏で死が反芻します。もし暗闇が光の不在を示すだけなら、もし寒さが熱の不在を示すだけなら、もし静寂が音の不在を示すだけなら、もし死が単純に生の不在を示すのなら、では善とは悪の不在を示すのか、あるいは悪は善の不在を示すのか。
さらに目覚めの直後にマン博士の思考が示されます。私はこんな感情になるべきではない。街の時間はもっと楽だったはずだ。だが違った。その次に支援ロボットであるキップとの会話が始まります。映画では機能を停止していたキップ、しかしコミックではその前の時系列になるのでまだ稼働しているんですね。マン博士のセリフ。調子はどうだ。キップ。良いですよ。まだまだ調査が必要です。マン博士。本当か。お前は式を盛り上げるために言ってるだけではないのか。キップ。その通りです。さらにマン博士はこの惑星はこれ以上暖かくならないのかと悪態をつき、キップはいいえと即答します。これだけでマン博士の解像度がぐっと上がりましたね。マン博士は本来孤独の時間は耐えられると思ってきていました。しかし惑星は極寒で自分は一人だけ。映画本編のキャラクターたちのようにアメリア・ブランド、クーパーのように愛する家族がいればどうにか耐えられたのでしょう。マン博士の描写は映画、コミックで細かく描かれていますが、家族の存在がないのです。クーパーやブランド博士には恋人、家族がいた。だからこそ任務に挑戦できた。しかしマン博士にはこの氷の惑星で任務しかなかったのです。そしてそのマン博士の話し相手はキップのみということです。氷の惑星の探索に失敗が続き、マン博士は苛立ちます。新たなデータを回収するために向かい、直感がいい結果になると告げているというと、キップに直感に基づいてですかと問われます。ここでキップがダウトを飛ばしているのは、科学によって決定すべきことに対してマン博士は必ずいい結果を得られるだろうという申しに近い感情を持っていたのを咎めているわけです。実際マン博士は最も優秀な人物として選ばれていた。彼にとって失敗する選択肢というのは存在しなかったのです。さて、解説の途中で申し訳ないのですが、このチャンネルでは日本語化されていない様々な資料を使って SF 作品の裏側がわかるニッチな解説をしています。もしこの動画で新しい発見があったら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは解説に戻りましょう。氷の惑星で新たな探査プローブを発見し、調査結果を回収するマン博士。この探査機は惑星に住める領域があるのかを告げるものでした。その調査結果を含んだチップをキップに渡したマン博士。キップは即座に住める場所は存在しないと回答します。マン博士はキップにブチ切れます。なぜそう断言できる。ちゃんとデータを見たのか。キップは公開します。私はロボットであるため瞬時のデータ分析が可能なのですと回答すると、マン博士はデータチップをその場で破壊します。明らかな任務規定違反にマン博士を物理的に制止するキップ。マン博士はその時にこう口にします。たった一人の人間が惑星全体を調べるなど傲慢にしか過ぎない。この時点でマン博士には計画の企画者であるブランド博士に対して反抗しようとしているということがわかります。本来はできるはずだった。自分は孤独に耐えられるはずだった。でもできなかった。マン博士はその原因を自分ではなく計画そのものに無理があったということを責めていたわけです。自責から多責思考に変わっていったのです。しかしそれも当然です。そもそもこの計画は定められた惑星に一か八かで科学者を送り届けるというものです。マン博士には自責する術がないのです。多責にするしかなかったわけです。自分の失敗を受け入れられず、ブランド博士の計画を呪い始めたマン博士はとある計画を考えるのです。ここからマン博士とキップの関係に異変が走ります。複数の探索プローブを出してデータを回収するわけですが、キップは今度は別の方角やもっと遠くを探索しようと提案しますが、マン博士は探索を断ります。本来は人間とロボットが協力して探索しなくてはならないのですが、マン博士は全てをキップに押し付けます。人間が来た方が探索が進みますというキップに対して意味のない行為だとマン博士は断ります。そんな中、彼はキップに命じました。理想的な居住可能惑星のデータを作成しろと。キップはそんなことは無意味だと指摘してデータを作成します。マン博士はそのデータを見て、これこそが人類が欲するデータだと一人でつぶやきます。キップはそれはあなたが欲しいデータでしょうと指摘しますが、マン博士はそのデータを確認するとキップのスイッチを切断します。このデータと救難信号があれば自分は助かる。映画本編でクーパーたちに見せた偽のデータというのがこの正体ですね。しかしここで勘違いしてはいけないのは、マン博士は人類を裏切ろうとしたわけではないということです。マン博士はクーパーたちを犠牲にすることで自分が生き残り、自分がエンデュランス号を使い居住可能な惑星を見つけようとしていた。つまり元々の優秀な英雄に戻ろうとしていたのではないでしょうか。その結果クーパーたちのミッションを裏切り、ひいては人類を裏切ってしまったわけです。人類を救うのは他人ではない、自分だ。自分は失敗しない。失敗が許されない。その極度のプレッシャーと孤独がマン博士を裏切らせてしまったというわけです。インターステラーにおけるマン博士のキャラクターは人類の暗黒面を描き出す存在でした。極限状態に置かれた時、私たちの中にある自己保存の本能がどれほど大きな道徳的判断を揺るがすのかというのを彼は示していたわけです。クーパーとブランドが希望、協力、そして自己犠牲を象徴する存在である一方、マン博士はその対極に位置する、恐怖に支配され、自分自身を救うことしか考えられなくなった人物でした。それを最も表しているのは、ノーラン監督がコミックに記した死です。もし死が単純に生の不在を示すのなら、
では善とは悪の不在を示すのか、あるいは悪は善の不在を示すのか。この死はマン博士を善人にするのです。マン博士は人類を救おうとしている、つまり悪ではない。またそれを目的にしている時点で善である。マン博士は優秀で結果にこだわる、つまり善と悪という二極論、結果にこだわってしまったわけです。つまりその過程でクーパーたちを殺そうがどうしようが、自分の目指していることは善なのだからという思考に行き着いてしまったわけです。この思考に至らしめたのは間違いなく孤独と恐怖だったというわけです。ここで問うてみたいのは、あなたならどうするかです。氷の惑星で一人で死んでいくしかないとしたら、もしボタン一つ押せば誰か助けに来てくれるとしたら、視聴者の皆さんはどうしますか？このチャンネルでは様々な SF を和訳されていない貴重な資料を使いながら解説しています。もし今日の動画が面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。インターステラーの裏設定などもしご要望あれば海外資料をもとに詳しく解説していけたらと思いますので、高評価、チャンネル登録、 SNS での拡散などぜひお願いします。それでは次の SF 解説でお会いしましょう。